どうも、エタカデミーネットです。さあ、E プラス実況を続きやっていきましょうか。今回はちょっとまず手紙チェックしていきますか。なかなか手紙届くことがないんですよね。どっから来た？博物館より読む。はじめまして、ミネットのファーウェイ博物館では化石の無料鑑定を行っております。いや、あれ、ファーウェイ博物館って名前だったな。知らんかったわ。もしも化石を掘り出されたらお手紙でお送りください。お手紙でお送りください。標本にしてお返しします。ぜひご利用ください。え、めっちゃ便利な機能になってんじゃん。マジかこれ。まあまあ、飛び盛りだったらね、改造に頼んでやるんですけれども、標本にしてお返ししますってマジか。すごいですね。というわけでですね、皆さんご存知かと思われます、リセットさん。ちょっとね、E プラスの方で出していきたいなと思うんですけれども、なんかね、反省文を書けっていう、時があるんだよね。で、その時になんか禁止ワードっていうものがあるらしくって、ちょっと今回はそれ試していきたいなと思います。では早速リセットさん呼んでいきましょう。よーし、というわけで初リセットさんですね。あ、どうも、はじめまして、私リセットさんと申します。そうなんですよ、リセットさんってリセット3までが名前なんですよ。だから俺たちはリセット33って言ってるわけですよね。俺たちは本来呼び捨てでリセットさんって呼んでるっていう。うん、君とは前にも会った気がするような、まあ、絵か。この度は動物の森 E プラスを買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。社長になり変わりまして、わし、いや、私が、うん、なれたかな。めんどくさい。もう、は。そんなことよりもね、なんでわしが出てきたかっちゅうことについて説明しとかなあかんわね、これ。こんな口調だったんだな、最初。さっきリセットボタンを押さんかったかな、君。押しました。その後セーブせずにいきなり電源切ったとかな。うん、聞こえへんで。そうです、やりました。はい、それよー覚えといて。リセットボタンは呼び出しボタン。わしが出てきて説教を垂れる。電源切るならセーブもしてや、いきなり切ったらそれもリセット。ちゅうてね。まあこれは今わしが適当に作ったんやけどね。他のゲームはさておき、この動物の森 E プラスではできるだけリセットせずに遊んでみませんかっていう提案させてもろてますね。そんなもん遊ぶ人の勝手やないかっていう意見があるのももちろんわかるんですけど、そこはまあこのゲームのルールっちゅうことで割り切ってもらえませんかと。まあそんな感じですわ。今回はとりあえず初めてということなので挨拶がてら軽く説明させてもらいました。まあわしも仕事なんで次からはガツンと行かせてもらいますから、そこのとこよろしゅうに。あ、それからもう一つ、今日はこれでもかなりよそ行きの喋り方をしてますねんけど、わし言葉遣いがめちゃくちゃ悪いんですわ。けどこれ生まれつきなんでどうしようもありませんねん。何も悪気があって口汚く罵ったりするわけやないんですけどね。気分を害される方もおられるとは思いますが、先に謝っておきますわ。堪忍したってください。まあ言うても嫌われてなんぼの仕事ですからね、これは。グハハハ。それではそろそろこの辺で失礼いたします。もう二度とお目にかかることがないよう願っております。あ、念のためにもう一回だけ言わせてもらいますけど、長えな。次から通常業務で行かせてもらいますからね、手加減抜きですよ。前と違うやないかとか言わけわからんこと言われましても知りませんので、あしからず。ほら、バイバイ。よし、じゃあ早速やっていきますか。一回セーブして、でもう一回始めた時に2回目のリセットさんを出します。おーし、というわけで2回目のリセットさん。いや、ほらー、ちょっと待たんかい。ほら、君今何したかって聞いてね。2回目から結構攻めてきましたね。何をとぼけとるんじゃ。リセットや、リセット、リセットしたやろ。あのな、ミネット、ごまかしてもあかんねん。リセットしたらリセット感染灯のランプが点滅してな、すぐに分かるようになってんじゃ。そらまあ人間誰しも間違いはあって当然やし、今回は何かの弾みでやってしまっただけかもしれへんけども、まあ聞いてくれや。ちょっと考えてみ、普段の生活の中にリセットなんてあるか。ないやろな。めっちゃいいやつが。それが普通や、当たり前やから。やり直すなんか聞かへんところが人生注文やわな。え、たかがゲームのくせに大げさなこと言うな。それがあかんちゅうねん君。ゲームやからええやないかって、そういう根性が情けないわ、わし。え、そんなこと誰も言うてないって。それやったらまあええねんけども、欲しいアイテムが出てくるまで何回もリセットしてやり直すとか、気に入らんことがあったからなかったことにするとかな。そういうせこい遊び方はな、ミネット、
今回はやめとこうやないか、ありのままに全てを受け入れようや、そういう潔い生き方なんて逆にゲームの中でしか体験できへんで。ふぅ、このおっさんいつまで喋っとんねん、ちゅう顔しとるな君。まあええわ、わしもちょっと喋り疲れたし、今日はこの辺で勘弁しといたろか。ただし約束やで、もう二度とリセットはしたらあかんで。あ、そうそう、最後に一つ、ちゃんと風呂には入れよ。わかったな、ほな。おい、この上に化石置いといたろ。よし、セーブしてもう一回リセットしましょう。よし、3回目の登場ですね。化石ぶっ壊していけ、こらーって、やっぱり君か、思った通りや。なんでそんなに分かりやすいねん君、わざとやろ、わざとリセットしたんやろ、分かってるじゃねえか。このおっさん今度は何を言いよるかなと思って、面白半分にリセットしたんやろ、分かってるじゃねえか。え、違います、まあ今となってはそんなんどっちでもええねん。なんか君まだ分かってないみたいやから、もう一回説明しとくやで、長くなるけど最後まで聞いてや。あのな、他のゲームはさておき、いや、この動物の森 E プラスでは、できるだけリセットせずに遊んでみようやないかって提案してるわけなんやわ。そんなもん遊ぶ人の勝手やないかっちゅう意見もあるんやけども、もちろんわかってるんや。そこはまあ、このゲームのルールちゅうことで割り切ってもらえませんかと。まあ、そんな感じやねんけどな。ははは、なかなか神妙な顔して素直に聞いてるやないか、君。まあ、今日のところはこの辺で勘弁しといたろうか。ただし、もうこれで最後にしといてや。リセットはやめとこ。ええか、わかったな。あ、そうそう、最後に一つ、風呂入ったら肩まで浸かろ、ほな、お疲れ。待ち構えてる、しかも位置ずれてる。なんか化石のところから出てくんのかなって思ったんですけれども、まさかのちょっと右側に一個ずれましたね。おい、ちょっとそこの君、君や、君何を知らんふりしとんねん、君しかおらんやろ、ミネット。しかもちょっと音声がなななななな、ちょっとさよなら。これからどこ行くねん、こっちに来いっちゅうん。あ、はい、すいませんでした。なんすか君な、人が呼んでるのにさっさと来いっちゅうねん。なんやねんその反抗的な目は。ちーっとも反省しとらんな君。何のことですか。いや、あるかい、ごまかすなっちゅうねん。リセットや、リセット、またリセットしたな。あれだけ言うたのにまたやったんやな君は。あ、今またリセットボタンを押そうとしたな。あかんあかん、そんなことしても無駄やからな。わし何回でも出てくるで。今さらズタバタするな、おとなしく観念しろ。まあしかし君はあれやな、人の話全然聞いてないな。それとも聞いたけどなんとも思わんかったんか、どうでもええと思ったんか。そらな、ミネット、どう遊ぼうと君の勝手やと言ってしまえばそれまでなんやけども、もうちょっとこう攻略とか最短ルートみたいな世界とは違ってやな。今のこの YouTube 界にめちゃくちゃぶっ刺さる言葉言われますね。肩の力抜いておおらかな気持ちで遊んでもええんと違うんか、思い通りにならへんということも含めて楽しんでしまおうやないかとわしは言いたいのであって。おい、何よそにしてるんじゃ。そもそも君がリセットなんかせんかったら、こんな説教じみた話も聞く必要なかったんやぞ。はあ、わしもなこうやっていちいち出てくるのしんどいねん、正直な話な。見てみ、ここまで来るのにわざわざトンネル掘ってんねんで。わし、お互い時間の無駄遣いはやめようやないか。リセットやとこ、ええか、わかったな。わかった、よっしゃ、わかってくれたんならそれでええねんけど、ほんまに頼むで、もうこれっきりやで。あ、そうそう、最後に一つ、頭もちゃんと洗えよ。わかったな、ほな、バイバイ。じゃあもう一回出てきてもらおうぜ。まさか7マスずらすと思わなかったな、俺の化石作戦が。出てこい、ラケットさん出てきた。こら、わわ、なんやこの雷は、びっくりするかな、もう自分で出した雷だろ。あ、どうも、はじめまして、私リセットの兄のラケット言いますね。弟がいつもお世話になっております。リセットのやつ急にどうしても抜けられない用事ができてしまいまして、あいつの代理ということでお邪魔させてもらったような次第でして。はあ、それにしてもなんですね、リセットのやつ人の頭ごなしに怒鳴りつけて皆さんに随分と迷惑かけてるみたいで、えらいすんません。そやけど身内のわしも言うのもあれなんですけど、ああ見えてあいつ結構いいやつですね。仕事熱心中華、融通が効かない中華、頑固一徹中華、まあ世渡りが下手っちゅうんですかな、言葉遣いも乱暴ですしね。
でも決して根は悪いやつじゃありませんので、まあ適当に聞き流して許してやってくださいね。あ、そうそう、仕事もちゃんとしたかんとこっちが怒られるんで、ほな行きますよ。リセットしたら飽きまへんで、ミルトハン。もうこれっきりにしといた方がよろしいおまっせと、こんな感じですかな。それではそろそろこの辺で失礼しますわ。まあほどほどにお決まりやす。ほな。じゃあ多分ね、そろそろ反省文書かされるんじゃないかな。おーし、来いよリセット。あれ、あー出てきた。あーびっくりした。なんすかそのフェイント、リセットさん。見逃してもらったと思ったら大間違いなんじゃ。心読まれてるんすけど、俺の心読まれてるんすけど、リセットすんな言ってんのかわからんのか。ふぅ、叫びすぎてちょっとクラクラってなってしもうたっちゅうね。ほんまに君だけは何べん言うてもわからんやつやな。しかし、ええか、前にも言うたと思うけどな、リセットの通報を受けたらな、どんなことがあっても絶対に出てこんとあかんねん、わし。まあそれが仕事やからしょうがないねんけどもね。たとえ飯を食べていようが、風呂に入っていようが、眠っていようが、スクランブルがかかったらどんなことがあっても飛び出してこんとあかんのや。そこからは見えへんやろうけどな、靴下なんか片っぽしか履いてへんねんで。因果な商売やで、ほんま。おい、笑ったな。今鼻で笑ったな。ふふんって笑いよったな。あー、そうかそうかそうか、わかったね。そっちがその気ならこっちにも考えがある。まあ1回2回ならついうっかりリセットしてしまったってこともあるかもしれんけどな、今回はわざとやったとしか考えられへんしな。もう容赦はせんで、君がちゃんと反省するまで帰らへんからな、わし。されど、どうしようかな。いくらわかったかって聞いても口先だけで返事をするだけやしな。よし、こうしよう。ただ返事をするだけじゃなくて、わしの言う通りに口に出して言うてもらおうか。ちょっとでも間違えたらやり直しやぞ。そうやな、うん、これにしよう。ええか、言うで。申し訳ありませんって言ってみろ。ここですね。これ言ってみ、なんか可愛い、あ、ええしてんな、お前。どうやらここになんか NG ワードがあるらしくて、ちょっと一回適当に打ってみるか。なんか申し訳ございませんでしたな。違うやろ、あかんあかん、もう一回やり直しや。ええか、言うで。申し訳ありません、言ってみろ。まあまあ、なんか、どうやら違う違う、あかん、もう一回やり直しやって言われるんですけれども、なんかね、ここでそのワザップの情報によれば、なんかモグラって打ったらなんか怒られるらしいんだよ。モグラって打ってみようと思います。マミムメカキグラ、なんやとこら、やかましいわ、めっちゃ怒られるやん。どうせわからんやろと思ってひどいこと言いやがって。そんなこと言うてたらいつまでたっても終わらへんちゅうねん。いい加減諦めて言われた通りにしろ、ミネット。ええか、言うで。申し訳ありませんって言ってみろ。うわ、すげえこれ。あ、そうなんだ、モグラって言ったらあんな風になるんだ。ちょっともう一回言おう。すげえなー。いやでもなんか心読まれてる感すごいですね。やかましいわ、どうせわからんやろ思ってひどいこと言いやがって。もう心読まれてる感すごいなー。よーし、じゃあちょっと次行ってみましょう。うるさい、うーるさーい、なんやとこら、やかましいわ。これか、同じですね。どうやらモグラとうるさいは全く同じことを反応するっぽいんですが、なんかもう一個結婚してがあるらしい。結婚して小さいつかきくけこでわおんさしで結婚して、やかましいわ、どうせわからんやと思って。これか、なんかね、今ワザップ見てるんですけれども、アホとかでも怒るらしい。アホでも怒るみたいですね。嫌だ、いやだ、嫌だ、なんやとこら、嫌だでも怒られるんですね。
まあ、というわけでね、皆さん、あのリセットさんに NG ワードがあるということで、ぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。最後ね、謝っとくか。こんだけ付き合ってもらったし。はい、というわけで、リセットさん、はい、その言葉忘れません。よっしゃ、分かってくれたらそれでええねん。けどほんまに頼むで、もうこれきりやで。あ、そうそう、最後に一つ、寝る前は歯磨けよ。分かったな。ほな、バイバイ。というわけで NG ワード、皆さん試してみてはいかがでしょうか。今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあの。